はい、659回始めます。今日はなかなかね、歯が痛くて進みが悪いんですけど、なんか日本放送で、私ポッドキャストっていうのでね、OK 工事アップって飯田浩司アナウンサーやってる、番組聞いてるんですけど、これね、この飯田浩司アナウンサー、日本放送のモーニングラインナップ、今日の早起きドクターっていうのに1月4日、こんな番組もやってるんですねっていうことで、で、東京都医師会会長の尾崎春夫さんっていうのかな、出演した時にインタビューしてるような内容が、2025年問題かやってたんで、ちょっと取り上げたいと思います。まあ知ってる人もいると思うんですけど、2025年、いわゆる日本の団塊の世代って言ってね、人口の多い、世代ですよ、第一次ベビーブーマーっていうのかな、団塊ジュニアの親の世代、この人たちが2025年に、約800万人ですよ、約800万人の、人口ボリュームのあるこの世代がなんと75歳、後期高齢者に突入すると2025年、ということで、東京都医師会の会長さんにインタビューしてますよというのを取り上げてみます。まあ大変になりますよっていうね、例によって高齢化社会で、2025年にはおよそ800万人のいわゆる団塊の世代が75歳を迎えますと、超高齢化社会に突入することにより、諸問題が起きやすくなると、医療、介護、社会保障のコスト問題、幅広い業種で人手不足深刻化するのではないかと言われて、待ったなしと言われてますが、どんな感じですかと。そしたら、この尾崎会長がね、医師会の、大震災とか、そういったものは予測してもね、難しいところありますけど、この2025年問題っていうのはもう必ず待ったなしでやってくると 100% ということを言ってます。まあその通り、もうその対策がね、コロナでね、ちょっとコロナでゴテゴテに回ってるけども、そうしてる間にもう今年は2023年ですからね、もうすぐ2年後にこの団塊の世代が後期高齢者突入するっていう大変な時代が迫ってますっていうことですね。あと医療の進歩もあって、高額な薬剤が増えてきてますし、っていう話すると、もうこれも使わないようにしようというわけにはいかないって言ってますね。私はこれ意味わかんないですけどね、高額な薬剤、いわゆるジェネリックとか、過去に出てる薬剤で、私は死ぬまでいいかなっていう感じはしますけどね、そんなに最新の医療とか最新の薬剤なんか使わなくたって、昔はね、30歳代40歳代平均寿命だった時代もあるし、ね、江戸時代なんか人生50年とか言われてたわけですし、それに比べたらね、今人生100年なんて言われてますけど、男だって80平均超えるんでね、いろいろね、仕事から高齢者とかにも、関わったりする仕事をしてるんですけども、そんなに私はね、年齢にはこだわらないですね。本当健康年齢、にはこだわりますけど、なるべく健康年齢っていうのをね、長く続けられるようにして、もう足腰弱ったりね、頭の脳の機能とかが弱ってきたら、そんなに長生きしようとは思わないですね。そこまで行って、長生きしたいっていう人、足腰弱って体が動かなくなっても長生きしたいっていう人の気持ちとかね、立場とかっていうものを否定するつもりはもとないですけど、私の場合はですよ、あくまでも私の場合は、年にはこだわらないですね。元気でいるうちに元気でいて、元気に好きなことをして好きなものを食べてっていうような人生の方がいいかなっていうふうには思ってます。この高額薬剤ね、使わないわけにはいかないっていうのがね、これはどういう意味なのかね、下手するとお金儲けしたいみたいにも聞こえてますしね、この東京都医師会の会長さんの発言ね。あと医療介護福祉関係の人材はこれからたくさん必要になりますよと。勤労人口自体が減りますから、それも確保できないと、財源もそうですけどっていうね、この問題言ってますけど、このインタビュー何一つ
問題解決になるようなことは何一つおっしゃってないですけど、まあ、現状の把握、うん、だけですけど、まあ、簡単なね、現状認識だけで、私も特に突っ込みようもないし、内容が薄いっちゃ薄いんですけど、まあ、飯田浩司アナウンサー、こんなところにもね、顔出してるんだと。モーニングラインナップ、これ1月8日で何曜日なんだろう、うん、この工事アップ以外にもこの人やってるんだっていうのがね、一つ、気になったで取り上げてみました。私のね、好きなアナウンサーの一人なんで、こういう番組もやってると。まあ2025年問題、うん、これはちょっと頭入れてた方がいいと思います。うん、あと2年、2025年、団塊の世代、団塊の世代は1947年から49年生まれの人たち、昭和で言ったら22年から24年生まれのこの3歳の間になんと800万人人口がいると。その人らが後期高齢者に突入しますよというこのキーワード、ここだけは覚えてて、うん、損はないかなと思います。大変な世の中が待ってますよと、うん、いうことです。はい、659回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。